かつて神々が世界を作り保ったばかりの時代、竜の神と魔族の神と人間の神は集まって話し合い、ある結論に達したんだ。それは竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士を生み出すことだった。それがドラゴンの騎士だ。負けるもんか、くらえ。この勇気しかない。聞こえたわよ。銃を通攻撃。お前の力が欲しい。頭が。行かなきゃ。誰かが僕を呼んでいる。そうだ、俺はダイだ。火炎ダイだ。燃え尽きろ。回復ね。皆殺しにしてやる。愛にしてくれる。決めてやるぜ。これでとどめよ。最後にしよう。死んでも負けるわけにはいかん。このクソガキが。ただね、お前を倒す。先生の技がどれだけすごいか打ち交わせたい。終わりだ。ライン。オーバー。